ジスタでは2012シーズンの開幕戦と同じカード、東京ヴェルディが松本山雅 FC を迎えての一戦です。試合は開始3分、思わぬ形からゲームが動きます。松本船山がシュート、中吾がハンドのファールを取られ PK の判定。この PK を船山落ち着いて決めて2014シーズン初ゴール。松本が幸先よく先制します。アンラッキーな形で先制を許したヴェルディでしたが、8分のコーナーキック、こぼれ球をキッカー前田が自らシュート。ユース出身2年目の19歳前田直樹のゴールですぐさまヴェルディが追いつきます。前半の終盤は松本が押し込む展開で突入したアディショナルタイム、岩上のフリーキックのこぼれ球に最後は船山、2年連続2桁得点、エース船山のゴールで追加点。松本が1点リードで折り返します。後半立ち上がりから1点を奪いに前に出るヴェルディ。49分、高木大輔、63分には前田が狙っていきますがいずれも枠を捉えきれず、そして迎えた88分、松本岩上のコーナーキックをヴェルディ高木がクリアミス。反応したのは船山、 J リーグでは史上7人目となる開幕戦ハットトリック。試合は3対1、アジスタでの開幕戦は松本が勝利を飾りました。